リカバー。反撃するより助けてくれと思ったことありませんか。この技はピンチな人に対してポーションなどの薬を使ってくれるという優れものの技で、しかも使うポーションは愛犬が勝手に見つけてくるので懐も痛みません。名付けてジェロピスタリカバー。つえマジで稲妻イレブンなんだよ。メテオパルト強いよ。まさに支柱に活を見出す必殺技で、威力は凄まじいがフィニッシュブローであるだけに戦いの最後に落ち着いて出さなければならない。練習のみだ。でも人に対しては使ってない。約束だぞ。約束だ。このドルフィンブローはイルカのいつもと違うパターンで技が間違わないよ。LR まで使ってくんだ今度。おお、すげえすげえ。包丁、亀の甲羅、ネジ。ああ、これは結構エスタ寄りなんじゃない。科学系、悪魔城だろ、もうほぼこんな。これ誰が使うんだよ、飛び道具。あ、これ。リノア・ベガさんのだった。御用達のだった。これがセルフィーじゃん。あ、これは前見たのかも。あ、かわいい。このヌンチャク使わせてあげたいの。声優になって、プリキュアになるのが夢だったんです。みんな夢持ってるすごいよな、何かするときに。ウィッシュスターです。いいな、これで習得したということで。ジェロピスタリサーチ。これでもう一回、鍛冶屋調べてみるか。これで、まあ全部作れないっすわ。セーブインザ。セルフィーのあの可愛いモーニングスター。これ作ってあげたいな。鉄球、尖った爪か。あいついたじゃん、あの、ヤグネ、ヤグネみたいなやつ。ちょっと拝借すればいい。こうみんなでさ、抱きかかえてさ、頭よしよししてさ。爪切ってるとはとても思わせないくらいこう脱力させた時にこうバシッといくの。何これ、また同じとこ。これさて次はどっちに行こうかな。東とか言ってた か, だから右だ、やっぱり右。スコール間違えない。私はもう絶対にそんな過ちを繰り返さない。こう右側に沿って歩いてればまあいつか着くんじゃない。どこに出たんだ。あ、下だ、まあ、下に行ってみよう。ここで下手に乗ったから悪かった。下に行くと、なんとあらま不思議。で、ここで右を。じゃあこれ下のレールだったわ。環状道ってかっこいいよな。あ、来たんじゃない?で、ここで右を。ちょっと一回乗ろ。出口どこですか?魔法研究所行く、鑑定真宙駅。あ、ここ下行ったら出るんじゃない?あ、出た。必ずや運んでくるでおじゃるみたいな。しかし本当にすごい街だな。通じるかわかんないけど、フレッシュプリキュアのさ、敵側の国こんな感じだったよ、ね。パーソナルコンピューターみたいな。あの、富岳みたいなやつ。あ、で、都学かもしれない。都学かもしれない。悪魔のリドルかもしれない。世代すぎるて。あーし、帰ろう。下?おーろろろろろ。科学の国裕福ね。こんなムービーに火を咲いてもらって、これ。どこ?スコール、どこ、ここ浮いてるの、私たち。あ、めっちゃ線路だな、ただの。はびこってんのかよ、こんなとこにもよ。ちゃんと薬まいとけ、この服も。エスタを出て、ルナゲートへ向かう。ルナゲートここがエスタで、東っつったら、こっちなんじゃない?これだろ?なにこれ?いや、これ、キノコのとこで戦ったことある FFC 神的に。患者が、重病人が3人も。あ、でもスコールだけなんか、通常に。あ、これ死の宣告的なやつ入ってんじゃねえ ?18? なんだこれ。え、ここで終わることあんの?スコール?あー、ちょっと身内同士で、またしても、かかとを蹴り合って何をやってるの?やめなさい、机の下で足を蹴り合うのは。境界駅。やばい、なんか スコールが立ち尽くしちゃってる。逃げれるこれ。あぶね、スコール置いて逃げた。埋まらない格差よ、これが。おっと、何ですかこれは。これがルナゲートじゃないよ。ルナティックパンドラ研究所。まあ、最寄りの研究所には寄るだろう。クリアファイルだけ買って帰ろう。はい、ナイス。もう最後バレーボールの連撃みたいだった。相手がブロックしてこっちに跳ね返ってきてボールがみたいな。
おっと、のどかないいところじゃないのよ。ここがルナディック。あれがなくなってからなんだか寂しいところになった。ここ、オダインッチのところ。オダッチのところ。列車走ってんじゃねえか、これ。どうだ、オダッチ研究所、これ。こんなところに原稿が干されています。未だにアナログで書いてるんですね。つうわけ特になんもないだろ。で、まあ散策だけしてみるか。明日には行けないっすよ。電力が阻まれておるので。あ、人が。今は何もしない。研究対象が動いて他に行ってしまう意味がなくなるな、仕方なくなる。こう何してたんだっけ、なんか、魔女がどうこうみたいなやつだったような。そうじゃなかったような。本当に何も覚えてねえじゃねえか。やっぱストーリーのあるゲームまたしない方がいいな。ティアーズポイントに行くと、なんかそのまた GF が手に入るらしいんで、GF が手に入るアイテムが買えるらしいんすわ。もらえるらしいんすわ。これと戦うな。これは？これが、来た、ティアーズポイント。ここで、GF が手に入るアイテムがもらえる。え？何施設ここ？ああ、怖い！遺跡一個だよの。どこかしらの。そういう話なんじゃない？あ、でもさ、縦に伸びている何かがある。うわぁ、もうなんかこれドラッコンドラグーンみたいになってない。これ中央に似たような巨像が3つ4つ並んで。ピーこい！ごめん。倍速すぎて何もわかんなかった。今のが手に入ったんかな？なんとかの指輪みたいなのがそれらしくて。あ、後ろから見るんじゃなかった。ソロモンの指輪。あ、これ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 。これをが GF に繋がっているらしいということで。足元のリフレクいただきますね。相手の敵の HP が未だに。これつくぞ、よし。こういった具合です。これは航空施設ですか？あ、いつもの車。運んでくれたんだろうな。スコール。もう一体化しているよ。この前にいる豪車な、これは何？なんかダイヤモンドとかくっついてたんですよ。本当に見えないんですけど、こう。話は聞いてます。中で職員待ってますよ。はい、わかった。エスポナール、スペースフォート。あ、宇宙に旅立つのか、急に。エヴァンゲリオンも宇宙行ってから面白くなくなったからやめてほしいな。軽率に宇宙行くのは。修行編に軽率に入んないでほしいな。できれば。宇宙編と訓練編だけは。お待ちしておりました。どうぞこちらへ。いい、手荷物検査はいいのこれ。出国していいのとっとととっとと。いいね。税関通れるかな、スコール。友達、高校の時、修学旅行で。あ、わわわ。ジャロピスタアタック、もうそういう本名になってる。もう忘れてよ。大丈夫だ、リナーベガー俺に任せろ。あ、見送りに来ただけか。え、案内してくれ。別にいいんじゃない、機内って犬持ち込んじゃいけないんだっけ。そういえば、あとなんかペットもさ、なんか荷台とかになんか乗せられてなかった。お前出発するのはあんたたちだな。そうだ、じゃあこっちに来てくれ。え、本当に何するんですか今から。あんま覚えてないんだって、今までの流れとかさ。これベイマックス的展開とかになるから、未来とかこう行きする装置を作りましたよっつって、でお兄ちゃんがみたいな。じゃあ、あれベイマックスじゃない、いや、あれベイマックスだ。距離的にはかなりあるけど時間的にはほんの少しだ。寝ている間に着くから。どこ行くんだ、本当にそれだけが疑問だってね。スコール、今でもちゃんとチラシ見ときなさいよお前。そこ行くまでのプロセスを簡単に説明しておこう。まず君たちには最初にこのパイプの中のカプセルに入ってもらい、コールドスリープショーダーをです。処理が終われば君たちの入ったカプセルは射出機の中に自動的に装填される。あとは発射するだけだ。目が覚めたら到着してるはずだ。あとは向こうのスタッフに任せるといい。説明はこうだけだ。空へ、考えさせてくれ。どこだろうと行くぜ。すねとけ。よろしく頼む。言ってないじゃん、そんなこと。心に思っただけか。じゃああんたと一緒に行く人を決めてくれ。コールドスリープ処理をして装填済みだ。いけるのはあんたともあと一人までです。いいでや。その間に私は自分の力を抑えてもらわなければなりませんね。でもママ先生を一人にするのは危険すぎます。じゃあ俺がグーにつけますよ。スクールのいいだろう。任してみよう。大丈夫、お前格闘を夜な夜な読み漁った人だから。分かった、ゼルに任せよう。もうすげえ、もう付箋とかつけねえから、ゼルはもう全部右上のさ、ページの端をこう折るだけだからさ。結局、どこが何のページか分かんなくなる。たまにその適当に本棚に入れたからっていうだけで折り曲がっちゃってみたいな。あれ、安心してください。スコール、安心して行ってきてくれ。大丈夫、じゃあゼロが悲しくないように私がその
今度はその折り曲がってないこの右下の端のところにペラペラ漫画書いとくから、困った時はそこをめくってスコールのことを思い出して、ママ先生は魔女なんだ、それ忘れるな、べからずだぞ。じゃああと一人を決めるぞ。おにぎり握ってくれ誰か。私鮭がいい、焼き鮭。もうツナマヨ食いすぎて飽きたかな。仕方ねえ、まあ最後ぐるいは腹持たしてやるか。行くぜアバインキニアス。本当はキスティスさんがいい。セルフィーちゃんも見どころがないからちょっと持ってこう。温情で。ジャンクションはキスティスさんのリノアベガにあげて、で、イデアさんのセルフィーちゃんにあげればまあちょうどいいかなるでしょ。ああ、じゃあ行く人はこんな風に入ってくれ。本当に宇宙行くのこれ。宇宙に魔女がいんの。すまん、もう一回攻略ストーリー見た方がいいよな。ブレイブストーリー。辛い時辛いと言えたらいいのにな。スコールにぶっ刺さりすぎだろこの歌詞。さあ中に入ってくれ。それでは皆さん、また会う日まで。スコールきっとうまくいくよ。私たちのことは気にしなくていいですから。みんな誰がマナジリを、スコールこっちは任してくれ。マナジリにこう涙がこうツーッと、スコールしっかりやれよ。誰も泣いてくれなかった。誰もアクションを求めてこなかった。誰もハグを求めてくれなかった。誰も色紙を持ってきてくれなかった。1、2回しか喋ったことない後輩の名前が書かれて、色紙を持ってきてくれなかった。誰一人としてだ。こうなんであんな円状に書くんだろうね。中央になんか絵描いてさ、自分の似顔絵とか書かれてさ、でこう外側に広がっていくかのように抱えてくる名前と一言メッセージが。卒業式のさ、違う、中学校とかのアルバムのさ裏表紙とかにさ、なんか書くみたいな。じゃあ全カプセル装填しました。カプセル内に異常ありません。射出機に異常ありません。各機関正常です。正常です。うちの火災報知機のものもね。射出誤差修正プラス2、軌道修正マイナス1、修正完了です。これセルフィーちゃんの方がうまい多分。ここに内定もらえんじゃない。あの一部始終見させてあげた。バンバンバンバカ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 、全部マックスにするんだ。了解。あ、もうセルフィーちゃんいなかった。なんか最後それっぽい声聞こえた。え、ちょっと待って、最後に最後に宇宙食以外のものが胃に入れてからがよかったんですけど。ふがふがしちまうだろ宇宙食。食ったことあるけど全部ふがしみたいな感覚でしたね。 NASA 疑惑出したところで。スコールたちうまくいくといいな。きっと大丈夫よ。大丈夫なんじゃない。そうですね。では行きましょう、行きましょうか。あ、その面倒見といてあげて。ジェロピスタのもうリードとかいらないのこいつ。おいおい、ちょっと待てよ、ちょっと待ちなさいよ。あ、おい、ガッシャーン。さて行きますか。すいません、ちょっと見苦しいパーティーで。うわわ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 、外行きましょう。ジェロピスタ、あいつやりやがったぞ。あれだけ消火栓には触れるなって言ったのに。水が、大量の水が。うわー、あ、これなんだ。富岳、富岳じゃない。いや、合ってると思う。私富岳で合ってると思う。いや、私は信じる自分の勘を。合ってると思います。あ、あのバカでかいの一体なんだ。あの方向って人じゃなかったかしら。ということはオドイン博士は危ないんじゃないのか。ゼロとりあえず首都へ向かいましょう。オドイン博士に会えば何かわかるかもしれません。よし、冷静沈着キャラ。じゃあもう一人ぜひ来たい。残りの人はここで待機してくれ。え、イリアさんと行くんすか。じゃあアーバイン、お前留守番できるよな。もう悲しくないよな。おばあちゃんがいなくても留守番ぐらいできるよね。おばあちゃんはどこ行ったの。おばあちゃんは芝刈りに行ったわ。帰ってくるんでしょ。夕方まで僕一人大丈夫だよ。そうね、じゃあ夕方まででいいから。お母さんすぐ仕事終わったら帰ってくるからね。うん、わかった。そういう一幕。じゃあキスティスさんでいきます。え、これどうしよう。え、これジャンクションって偏らせない方がいいのかな。やっぱちょっとセルフィーちゃんのを後で分配するか。3人で割ろう。3人で。じゃあセルフィーちゃんから受け継いだ GF を割ります。
あれマジックどこ行った？スノーライフマンジック、雪の魔法にかけられて。詰めてもらうわ。もうだるすぎて上からなんですけど。よし、できました。じゃあ首都の方に向かっていきたいと思います。めっちゃゲーム実況してる。来た来た来た、ドルフィンブローとメテオパラット6つ。あの1600か。